またお部屋でちょっとプチなんかね、ディナーを本当は食べたいなって思ってたんですけど、やっぱコロナだから夜緊急事態宣言でレストランはやってないので、ね、から自分たちでもう好きなものを買って今持ってきたので、それでちっちゃなお祝いをします。イエッ、よし、うん、行く。今日は私、新品エアフォース。かわいい。こちらでございます。ピンポンはしないように。あ、違った。行きます。じゃーん。お部屋はこんな感じです。じゃん、お水をくれてます。さて、窓の外はバッ、あれ、てかこっち持って、よいしょ、じゃーん、工事現場、すごい、すごい、そっちか、じゃじゃーん、あ、涼しい。このピンク色のホテルですね、今日はグランド日光。あそこに美女と野獣の見える、ね、行きたい。ここでご飯食べれるよ、スペースと冷蔵庫。あ、え、めっちゃ大きくない？本当だ、助かる。だだーん、大きめ、他のホテルより大きいよね。ね、暗いです。まあちょっとこんな感じ。じゃん、洗面台とトイレとお風呂が一緒みたいです。はい、ということで、お、ミッキーになってる。今
今からご飯の準備をしていきます。自分で持ってきたお皿でお惣菜を買ってきたので準備したいと思います。じゃーん、できました。お惣菜を並べただけですが、どうでしょう。全部なんかデパ地下みたいなところでグラム売りで買いました。おいしそう、ね、うん、見て、頑張ったドレッシングのちょんちょんちょんっていうソース風意外とできた ね。3年記念日おめでとう、ありがとう。バンではディナー楽しみたいと思います。じゃーん、まさかの寝落ちをしてしまって、今何時だ？3時。何も、シンデレラ城がね、多分ここかにあるんですが、もう何も光ってません。ディズニーランドホテルはずっと綺麗。朝食はここらしい。おはようございます。朝食はバイキングでした。うん、こういう感じで洋食と向こうに和食があるみたいです。オープンキッチンでハンバーガーとオムレツが食べれるみたいです。はい、じゃーん、朝ごはんを取ってきました。かわいいハンバーガー。オムレツは作ってもらえるやつで、これも作ってもらえるやつ。おいしそう、いただきます。騙されー